次のコーナー、あいつこんなこと言ってました、リターン。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらう企画です。ラジオネーム三平、有吉さん、タクシードライバー、カジノなどで有名な映画監督、マーティン・スコセッシの鼻でか野郎が最新作に窪塚洋介を起用したらしく、記者会見でこんなことを言ってやがりました、何度にもわたるオーディションの末、素晴らしい日本人の俳優窪塚洋介を見つけたんだ、一緒に仕事ができて嬉しいよ、彼にはあと3シーンの撮影が残ってる。おい、外国のジジイ、お前が絶賛している窪塚のことだけどよ、残念ながらそいつ俳優じゃなくてバイブス高めの鳥人間だ。マンション9階、地上26メーター、命綱なしでダイブして生還した不死鳥なんだよ。ジャッキーチェンが時計台からぶち落ちたプロジェクト A なんか目じゃねえわ。エッフェル塔からの大ジャンプ期待してっからな。期待大だな。すげえ、飛んだ、そうは飛んだもんな、懐かしい話だな、もう、ラジオネーム、ペケミニ。ゴールデンウィークが終わり、そろそろ5月病に苦しんでいる包茎男子もいるかと思い、ここで包茎求人情報です。以前 AV 男優で包茎のシミケンさんがツイッターでおっしゃっていたのですが、毎月4000本をリリースする AV 業界において現在 AV 女優は1万人強いて、それに対し実働している AV 男優は30人弱しかおらず、慢性的な男優不足続いているそうです、そのため AV に出たくても出れないという女優さんの話も聞いたことがあります。また以前深夜番組で成瀬ここみちゃんが AV 男優のほとんどが包茎だと言っていました。つまり今 AV 業界は圧倒的に我々を必要としているのです。現在の仕事に不安不満を抱えている包茎のあなた、どうか下を向かず、チンコも向かず、前だけを向いてください。我々が選ばれし民であることを忘れないでください。そして5月病に苦しむズル向け男子ども、てめえらは汚え手でその向け上がったチンコしごいて、ついでに性病になってろ、ボケ。それはすげえな。私、有吉がズル向け男子を代表してね、包茎男子に一言言いたい、梅雨の時期くせえからよく洗えよ。言ってやっぱ全面戦争だな。これバチバチいくぞ。足立由美の名言、足立由美の家なき子の映画のセリフから一言言わせてください、今度は戦争だ。やばいです。戦争だぞ。ね、戦争だぞ。宣言したんだから。あげとこう。そんないないんですね、男優ね。ねえ、びっくりした今。30人弱だってよ。よっぽどな、汁男優みたいなのはまあいるんだろうけど、ちゃんと演技ができて、そのお芝居ができる人がいないんじゃない、いないってことですよね。何回でもするんですね、30人で。いいよ、いいよ、俺らにも目はあるよ、そりゃ。男優ですか。ひょっとしたら。できるかな、コントで培ったお芝居でさ。コントで培ったお芝居、そうか、芝居までいけるかな。そうか、立つかな。立つかなが問題なんですよ、やっぱり。そこがプロなんですよ、はい、見てますからね。そうなんですよ、あのプレッシャーの中、立つのかな。やっぱりでも俺は猫男爵っていうので結構、いろいろ裸になってる子があって、あの女性がいっぱいいる現場では私やっぱすぐ半立ちになってしまいましたね。え、すげえ。かっこいい。何ですか。半立てるんですか。見られてるっていうだけでちょっとおちんちんが大きくなってしまってたんで。それすごい特殊なケースですね。だからちょっと向いてるっちゃ向いてますよね。え、それは仕事のモードではあるんですか。でも半分、いや、もちろん仕事のモードで頑張ってるんですけど、ちょっと油断した時、あ、見られてると思うとちょっとむくっと来てしまうんですけど。半分行くんですか。怖かったろうな。それ内村さんが言おうとサマーさんが言おうと、やっぱり女性がいると思ったらむくっと来そうになります、バチーンとは立てませんよ、それは。俺もプロですからね、いや、AV 対応向いてますけど。立てるんだから。ラジオネーム、三宅マリオ。有吉さん、隠れゲスなことノエル・ギャラガーさんがチンプなポップバンドでおなじみのワンダイレクションのメンバー全員マリックが脱退したことに対して、あいつ超マヌケだな、そうそう22歳のやつなんてみんなアホだと相変わらず毒づいていました。かっこいいね。かっこいいな。いやいや、ギャラガーさん、
22歳が全員アホっていうのは少し言い過ぎじゃねえか俺だって今年22だけどよ、うん、アホもアホなりに頭使って生きてきたぜ。チンコにサランラップ巻いてしごいてみたり、肛門に点鼻薬ぶち込んでみたり、家中走り回りながらオナニーしてみたり、それなりに賢く生きてきたわけよ。だからよ、さすがのギャラガーさんでも22歳全員アホでくくるってのはちっと聞き流さねえな。いや待てよ、他に22歳といえば、ゴリラ顔でブス、ゴリラ顔でブスで毒モデエセアーティストのキャリーパンパム、号泣ハゲアイドルの峯岸みなみ、ヘビーハイライトの鳴海莉子、うん、妖怪口隠しのザワチン、ミスバカっぽいの本田翼だろ、チキタシ戦隊ポロリンジャーピンク担当のマイリーサイラスだろ。ギャラガーさんすいません、前言撤回します。22歳は全員アホどころか全員クズでした、ね、失礼します。よく考えるとじゃないよ、いろんな22歳いますよ、ね、すごいな。いや、ノエルギャラガーさん相変わらずかっこいいですね。すごいですねこの人ね、めちゃくちゃですよ。僕はやっぱほらミュージックステーションで、ね、はい、ノエルギャラガーさん出るっていうから駆け足で見に行きましたから。かっこよかったっすか。普通のおじさんだった。そんなもんだ、遠目からを。そんなもんでしょ、そんなもんです。ラジオのテケミに有吉さん、カジバのクソババアこと茂木健一郎がツイッターでこんなことを言っていました。ネット上では早速、猿につけたら怒られる名前というハッシュタグ立ち上がり、今回の笑い飛ばすしかないニュースを祭りにしている。私は更新を2分やめ考えてみたが、ウキーバナナザエモンタカシぐらいしか思いつかなかった。ごめん。おめえクソつまんねえな。2分考えて出した答えこれかよ。もう脳科学やめちまえバカ。お前の脳みそはせこい銭感情しかできねえのかこの野郎。猿につけたら怒られる名前の正しい答えはな、市原隼人だろうが。ちょっとモノマネしただけで個室で2時間説教するようなやつ、ケツの穴の小さい男だぞ。そんなことわかんねえのかてめえは。鍋プロのクソみたいなコメディスクール通ってな、無駄金使ってこい。悪意がいろんな方向に、ね、詰め合わせてるね。シャーロットのやつね。いいな、シャーロット、うん、あれすげえな、苦情を言う人って。そう、なんもう失礼だろ。最近多くすぎない、失礼だろって言う人。うーん、多いよちょっと。何でも言ったもん勝ちみたいなところ、うんうんうん、気持ちいいですかね言うと。いや気持ちいいんだろ、だってすげえやっぱり、うん、失礼っていう名義大文があると思う、大義名分があるんだから。間違ったことは言ってないってことでしょ。間違ったことさえ言ってなかったらもう乱暴なことしていいと思ってるから。あいつら、あいつらってなんだ、おい失礼だろ。バカ、謝れ。おすいません、謝れ。俺に来ちゃったよ。なんだあいつらって。あすいません、謝れバカ。いやそれ、それじゃないだろ。あすいません、バカ謝れ。怖い。こっちのセリフだ。ちょっと異常、異常ですよ。異常ってなんだ、やめー。すいません、すいません、すいません。怖い怖い怖い。もう戻んない、戻んない。目向かないで、目向かないで、怖い怖い。目向かないでってなんだ、こっちが。変なやつみたいに言うな。そっちがやってるだろ。早く CM 行かねえから。似合うよ、似合う。似合う、似合うんですよ。クレーマーが似合う。ラジオネーム満腹と言う。見た目がラブ、見た目がラブラ、見た目が、ラブドールの、島崎遥がバラエティ番組出演し、うん、VTR 登場した野球部の大学生見てこんなこと言ってやがりました。嫌ですね、なんか汗って感じで。サッカー部はかっこいいですね、野球はちょっと。サッカーの汗なら爽やかで許せるんですよ。野球の汗はベトって感じ、臭そうなイメージ。帰宅部の男子が好きなんです。おいアダモ、お前の握手会に来るおっさん、どん、お前の握手会に来るおっさんどもはみんな野球もサッカーもしてこなかった帰宅部ニートばっかだから、最後に付け足しただろう。本音は清原より前園に抱かれたい。恵比寿、吉和、あっち行けって言いたいのが見え見えなんだよ。でもまあ、もしこの発言が本音だったら、年中寝転がって飯食うだけの屍の俺が、唯一書くオナニー後の汗、ペットボトルに入れて送ってあげるから、ぜひ、冷やして飲んでみてね。感想待ってるよ。なんだこいつは。やばいやばい、失礼だろ。でも、あ、でも待ってる。そうだね。なんか失礼だけども。失礼誰に。なんかこれ全部ですよ、だからもう。僕は失礼言ってもいいけど、もう無理かな、俺の。これを読む能力じゃ読む能力じゃ無理。口が回らないから。以上。